戦国大名、文化人。今川氏十二代当主。父、今川義元が、桶狭間の戦いで、織田信長によって撃たれ、その後、今川家の当主を継ぐが、武田信玄と徳川家康による、駿河信仰を受けて敗れ、戦国大名としての今川家は滅亡した。その後は同盟者でも有妻の早川殿の実家である、御法上氏を頼り、最終的には、 桶狭間の戦いで、今川家を離反した、徳川家康と和議を結んで侵入し、庇護を受けることになった。宇治真以後の今川家の子孫は、徳川家に後家待遇で迎えられ、江戸幕府で、代々の将軍に仕えて存続した。天文7年、吉本と上園との間に着手として生まれる。天文23年、北条氏康の長女、早川殿と結婚し、 東証春三国同盟が成立した。工事二年から翌年にかけて、駿河国を訪問した山品時継の日記、時継狂記には、青年期の宇治真も登場している。時継は、工事三年正月に、宇治真が自定で開いた和初はじめに出席したり、宇治真に書やマリを送ったりしたことを記録している。宇治真は、永六元年より、 駿河や東都海国に文書を発給しており、この前後に、吉本から宇治真に家督が譲られたとするのが、研究上の見解である。この時期の三河国への文書発給は、吉本の名で行われていることから、吉本が新領土である三河の昭和党割国から、さらに西方への軍事行動に専念するため、宇治真に家督を譲り、形式上院居手本国である駿河。 東東美の経営を委ねたとする見方が提示されている。A63 年5月19日、終わりに進行した吉本が、桶狭間の戦いで、織田信長に撃たれたため、宇治真は、今川家の両国を継承することとなった。桶狭間の戦いでは、今川家の重臣や国人が多く討ち死にした。吉本体制を支えてきた、重臣層や有力黒人の戦士は、 今川市内部の体制の変化を迫るものとなった。三河、東東美の国人の中には、今川家の統治に対する不満や、党首志望を契機とする紛争が広がり、今川家からの離反の動きとなって現れた。三河の国人は、吉本の対お田戦の陣頭に動員されており、その犠牲も大きかった。氏真は、三河の寺社、黒人、商人に、 多数の安堵状を発給し、動揺を防ぐことを試みている。しかし、西三河地域は、桶狭間の合戦後丘陵岡崎城に入った、松平元康に、家康に改名の勢力下に入った。永禄四年正月には、足利義輝が氏真と元康との和解を促しており、北条氏康が仲介に入ったこともあるが、元康は、今川家と断交し、 信長と結ぶことを選ぶ。この事態は氏真には痛恨の事態であり、後々まで、松平クランド逆進、三州桜などと記して、憤りを見せている。東三河でも、黒人領主らは氏真が新たな人質を要求した、ことにより不満を強め、今川家を離反して松平方につく国人と、今川方に残る国人との間での抗争が広がる。 A64 年、今川家から離反した、菅沼忠しいのの田し攻めに先立って、小原重真は、人質十数名を留年時で処刑するが、この措置は、多くの東、三河勢の離反を、決定的なものにした。元康は、A65 年正月には、信長と清須同盟を結び、今川氏の参加から独立する姿勢を明らかにする。A65 年2月、 宇治ザは自ら兵を率いて、牛久母城に出兵し、一宮取を攻撃したが、一宮のご爪と呼ばれる、元康の奮戦で撃退されている。この時、駿府に滞在していた外祖父、武田信虎の動きが不穏であり、宇治ザは途中で軍を返したとも言う。A67 年6月には、東三河の拠点である吉田城が開城し、今川市の勢力は、 三河から駆逐される。遠江においても家臣団、国人の混乱が広がり、飯谷の飯田出し親、引間城主、飯尾連流、三つけの堀越ししのべ、犬井の尼の影安らによる、離反の動きが広がった。永6五年には、謀本が疑われた、飯田氏親を、重心の浅比奈安しやさに中殺させている。ついで永6七年には、飯尾連流が家康と内通して、 反旗を翻した。宇治真は、重臣、三浦正都らに命じて、く魔城を攻撃させるが陥落させることができず、逆に正都が戦死してしまう。その後、和議に応じて降った連流を、A68 年12月に暴殺した。EOS 歌神が牢上する。く魔城には再び攻撃がかけられ、A69 年4月に開城することによって、反乱は、収束を見た。 宇治ザは、祖母、ことぶきかつらにの貢献を受けて、成人を行っていたとみられる。永六三年後半から永六五年にかけて宇治ザは、活発な文書発給を行い、自社、悲観、国人のつなぎ止めを図っている。外交面では、北条氏との連携を維持し、永六四年三月には、長岡ゲトラの関東侵攻に対して、 北条家に遠兵を送り、川越城での牢城戦に加わらせている。また、永六四年に、室町幕府の昇番衆の格式に列しており、幕府の権威によって、両国の混乱に対処しようとしたと考えられる。内政面では、永六九年四月に、富士大宮の六歳子を楽一とすることを、富士信多田に命じ、特性の実施を命じたり、役の免除などを行ったりした。 楽市は、織田信長より先んじた政策であった。しかし、これらの政策をもっても、衰退を止めることはできなかった。紅葉軍艦など構成に記された書書には、氏真が悠教に吹けるようになり、家臣の三浦義重を寵愛して、政務を任せっきりにしたとする。また、政権末期には、こうした、特定家臣の徴用や、 重心の腐敗などの問題が表面化しつつあったと指摘されている。里村上派が A610 年5月に駿河を訪問した際に記した藤見同期では、氏真をはじめ領内の寺社や区下田区で盛んにレンガの貝や茶会を興業していることが記録されている。この時期も山上西さねや冷静貯めますが駿府に、 滞在しており、氏真政権末期にも花壇は盛んであった。皇帝松平勤によると、A610 年7月には、駿河に風流踊りが流行し、翌年の夏にも再発した。この際、氏真自ら太鼓を叩いて狂じたという。同書は、三浦衛門佐が氏真に勧めて、風流踊りを流行させたとしている。今川氏と同盟を結ぶ国の武田信玄は、 永禄四年の川中島の戦いを契機に、北新地域における、越後上杉氏との構想を収束させると、外交方針を転換した。桶狭間の後に氏真は、駿河に隣接する海川治療士の穴山信友を、介して、木の春同盟の確認を行っており、信玄も、今川氏の重心である、岡部元信に、名人が氏真に対して自分に関する残言を、 していることを有料して、取りなしを依頼する書状を送っているが、A68 年には、宇治座ね妹、峰松まを室とする武田家着男の武田義信が、廃着される事件が発生し、2年後の A60 年11月に、峰松まは、今川家に返され、木の日瞬間系においては、婚姻が解消された。同時期に、武田家では、生死諏訪勝頼の性質に、 信長幼女、竜マサルインを迎え、さらに、徳川家康とも、名役を結んだ。これにより、木越春関係は緊迫し、氏真は、越後国の上杉謙信と和睦し、相模国の北条氏康と共に海への潮止めを行ったというが、武田信玄は、徳川家康や織田信長と同盟を結んで、対抗したため、これは、決定的なものにはならなかった。 a 十1年末に、肝江春同盟は手切れに至り、12月6日に、信玄は、甲府を発して、駿河への侵攻を開始した。12月12日、札田峠で、武田軍を迎撃するため宇治真も、沖津の清見寺に出陣したが、瀬名信照や桂山氏元、朝日生正佐田、三浦義教など駿河の有力黒人21人が、 信玄に通じたため、12月13日に今川軍は改装し、春府も占領された。宇治真は朝日奈康司朝の居城、掛川城へ逃れた。早川殿のための乗り物も用意できず、また代々の藩方も途中で紛失するという逃亡であった。しかし、東都海にも今川領分割を信玄と訳していた徳川家康が進攻し、 その大半が制圧される。12月27日には、徳川軍によって、掛川城が包囲されたが、隊長をはじめとした家臣らの抵抗で半年近くの、牢城戦となった。早川殿の父、宇治安は、救援軍を差し向け、去った峠に婦人。戦力で勝る北条軍が優勢に展開するものの、武田軍の撃破には至らず戦況はこ着した。徳川軍による、 掛川包囲戦が長期化する中で、信玄は、薬場を破って、東遠江への圧迫を強めたため、家康は、宇治真との和睦を模索する。永禄十二年五月十七日、宇治真は、家臣の除名と引き換えに、掛川城を開城した。この時に、宇治真、家康、宇治康の間で、武田勢力を駿河から追い払った後は、宇治真を再び、 駿河の国主とするという名約が成立する。しかし、この名約は、結果的に履行されることはなく、氏真およびその子孫が、領主の座に戻らなかったことから、一般的には、この掛川城の会場をもって、戦国大名としての今川氏の滅亡と解釈されている。同年、今川家臣の堀江城主、大沢はじめだねが、 徳川家康の攻撃に耐えきれず降伏しているが、その際に元種は氏真に奮戦してきたが、もはや耐えきれない。城を枕に討ち死にしても良いが、それは誠の主家への方向にはならないでしょうと、氏真に降伏を許可してもらうための書状を送っている。氏真は今川家の逼迫した情勢を考慮して元種の意見を受け入れ、随意にして構わない。 これまでの忠誠には感謝していると、家康の軍門に下ることを許可しており、また、元種のこれまでの働きをいたわっている。元種は家康に降伏し、堀江城主としての地位は容認され、徳川家臣となった。これにより、家康との主従関係が逆転し、家康の徳川家による、日ご家で、江戸時代を生き残ることになる。掛川城の会場後、氏真は、 妻、早川殿の実家である北条氏を頼り、神原を経て、伊豆倉城に入った。後小田原に移り、早川に屋敷を与えられる。なお、氏真夫妻と共に行動していた人物の中に、伊勢総威の娘で、今川市重臣、三浦市の妻であった長松院がいたが、長松院の弟にあたる北条玄安が、氏康夫氏らに、 彼女の救助を掛け合っていたことが知られ、また早川に幻庵の所領があったことから、宇座真夫妻の庇護にも幻庵が関与していたとする見方がある。A62 年5月23日、宇座真は、北条宇治政の着難、国王丸を有志とし、国王丸の成長後に、駿河を譲ることを訳した。しかし、実際には縁組からほどなく、今川氏の家督を、 国王丸に譲らされ、宇治真の身分は、隠居ということにされている。また、武田氏への共闘を目的に、上杉謙信に使者を送り、今川、北条、上杉三国同盟を結ぶ。駿河では、岡部正綱が一時駿府を奪回し、花沢城の小原重真が、武田氏への交戦を継続するなど、今川勢力の活動は、なお残っており、 宇治ザを講演する法上師による出兵も行われた。構想中の駿河に対して宇治ザは、多くの安堵状や感情を発揮している。これらの書状の実効性を疑問視する見解もあるが、宇治ザが駿河に、若干の直轄量を持ち、国王丸の代行者、補佐役として、法上師の駿河統治の一翼を担ったとの見方もある。しかし、カンバラ城の戦いなどで、 北条軍は敗れ、今川家臣も順次武田氏の軍門に降るなどしたため、元気2年頃には大勢が決宇治真は駿河の支配を回復することはできなかった。元気2年10月に宇治康が没すると、後を継いだ宇治政は外交方針を転換して、武田氏とは僕した。従来の説ではこの年の12月に宇治真は相模を離れ、家康の日五家に入ったとされていた。 しかし、近年になって、元気3年5月に、今川義元の13回帰が、宇治真夫妻によって、小田原郊外の久し沖な寺で行われていたことが、判明し、少なくても、家康の元に向かったのはそれ以降のことであったことが、確定した。また、この法要の主催が、宇治真夫妻であることや、すでに着難の範囲が生まれていること。 北条氏側でも、宇治政の性質である、大場委員が死去したために、北条氏を継ぐ着難の確定が急がれたことから、宇治真と宇治直との縁組はこの時点で、すでに解消されて宇治真が、当主に復帰していたとする指摘もある。いずれにしても、掛川城会場の際の講和条件を頼りにしたと見られるが、家康にとっても、 旧国主の保護はするが当地の大義名分を得るものであった。元気三年に入ると、宇治真は、おきつき読み寺に文書を下すなど、若干の動きを見せている。天正元年には、一世大港の商人に預けていた宇治真の茶道具を信長が買い上げようとしたことがあり、その際に、信長家臣と大港商人の間で交わされた文書から、 宇治ザが浜松に滞在していたことがわかる。長谷川昭一は、天正元年8月に、武田信玄の死を知った奥平氏が、徳川方に帰参した際に、家康が同志が、武田氏から得た今川氏の求心の所領の扱いについて、宇治ザに相談していたことを指摘し、信玄の死を知った宇治真が、駿河奪還の後期と見て、家康を頼り、宇治政も表向きは、 ともかくこれを阻止する対応は取らなかったのではないか、とする仮説を提示している。天正3年の行動は、この年1月から9月頃までに読んだ歌428首を、収めた、歌州、今川氏真映像に書き残されている。氏真は1月に、吉田、岡崎などを経て、上落の旅に出、京都到着後は社寺を散経したり、 三条西さねら旧地の公家を訪問したりしている。信長後期によると、3月16日に家康の同盟者にして、父の仇でもある、織田信長と京都の小国寺で会見した。信長は宇治真に蹴鞠を所望し、同20日に小国寺において、公家里と共に、信長に蹴鞠を披露している。今川治真映像には、 この会見に関する考えは記されていない。4月、武田勝頼が、三河長篠に侵入したことを聞くと、京都を出発して、三河に戻り、5月15日から牛久保でごめを務めている。宇治真に仕えていた、朝比奈康氏たちは、家康のもとに死者に訪れた際に、したら現での戦闘に参加し、内藤正豊を討ち取り、家康の直進になったという。 長篠の合戦後、宇治真も残敵総統に従事した後、5月末からは数日間休料するがにも侵入し、各地に放火している。7月中旬には、諏訪現状攻撃に従った。諏訪現状は8月に落城して、牧野城と改名する。なお、同年7月19日に総銀と署名した文書を発給しており、この時までに停発していたことがわかる。 天正4年3月17日、家康は牧の上主に、氏真を置き、松平家忠、松平康氏親に補佐させた。しかし、天正5年3月1日に氏真は、浜松に召喚されている。一年たらずれの上主解任であった。また、上主時代に提発したらしく、牧の上主解任時に、家臣、エビエやサブローに暇を与えている。この文書が、 今川家当主として氏真が発給した現存最後の文書となる。しかし、この書状について浜松に召喚されたのはエビエの方とする解釈を取る研究者もおり、この考えでは氏真は薪の上主を解任されていない可能性もある。長谷川昭一は牧の上番に任じられた松平家忠だが氏真が挨拶を受けたとする。 家叶日記天正7年10月8日上の記事があり、その後も少なくても、天正9年6月までは、家叶と、宇治座真州と表記された、宇治座真家臣との交流が見られることから、少なくても宇治座真は、この時期までは牧の上主の地位にあり、普段は、浜松で、家康に近似して、必要に応じて、牧の城に通っていた可能性を指摘している。長谷川は、ある時期まで、 宇治真が浜松で徳川氏の外交にも関与していたとしている。牧の上主解任後の動向は不明であるが、松平家忠の家忠日記に断続的に登場しており、宇治真は浜松周辺にいたのではないかと推測される。天正7年10月には浜松城の家忠の詰書所を治真が訪問しており、その後に家康の教皇も受けている。また、 宇治金衆と呼ばれる家臣がおり、家忠日記には彼らとの交際も記されている。天正11年7月、この江咲久が浜松を訪れ、家康が共応した際には、宇治金も売席している。この後しばらくの消息は再び不明となる。天正19年9月、山島時常の日記、時常狂気に宇治金は姿を現す。この頃までには、 京都に移り住んだと推測される。千岩祭という祭後を持つようになった氏真は、時常はじめ、霊勢ため、三つる、霊勢ため進村ら旧地、隕石の公家などの文化人と往来し、霊勢家の月霊和歌会や、レンガの会などに、仕切りに参加したり、古典の釈乱、書写などを行っていたことが記されている。文六四年の、時爪狂気には時爪が氏真と共に、 石川家成を訪問するなど、この時期にも、徳川家と何らかのつながりがあることが推測される。京都在住時代の氏真は、豊臣秀吉あるいは家康から与えられた所領からの収入によって生活をしていたと推測されている。後の慶長17年に、家康から大見国安郡長島村の旧地500国を安堵されているが、この旧地の由来や性格は、 はっきりしていない。慶長3年、宇治真の次男、品川隆久が、徳川秀忠に出資している。慶長12年には、長男、範囲が、京都で没する。慶長16年には、範囲の維持、繁栄が、徳川秀忠に出資した。時常狂気の宇治真記事は、慶長17年正月、冷静ため満帝で行われた、連賀会に出席した記事が最後となる。 4月に宇治真は、郷里の寸府で、大御瀬家康と面会している。関西重修諸家府によれば、宇治真の、旧地が安堵されたのはこの時であり、また家康は宇治真に対して、品川に屋敷を与えたという。宇治真はそのまま子や孫のいる江戸に移住したものと思われ、慶長18年に長年連れ添った、早川殿と死別した。慶長19年12月28日。 江戸で死去、去年77。葬儀は、宇治真の弟、一月長徳が、江戸市ヶ谷の一万マサインで行い、同時に葬られた。漢文二年、一万マサインが牛込に移転するのに、祭祀、宇治真の墓は、早川殿の墓と共に、今川家地行地である武蔵国玉郡イグ村にある、宝珠山間泉寺に移された。 宇治金の家督継承時期について、米原正義は、工事三年正月の宇治金邸の歌会氏を、今川家の歌会氏とし、吉本生前の家督上渡の可能性を、初めて指摘した。有光友学は、助立領主因の文書発給から A62 年5月段階で、家督が継承されていたとする。長谷川弘道は、時継ぎ狂気、工事三年正月の記載を、 やかたごろでんと解釈し、この時点で、家督継承がなされていたとする。ただし、時期を確定する上ではいずれも、決定的とは言えない。松平定信が、随筆、感なるあまりの中で、日本な降りたり、とても、油断するは、東山義政の茶の湯、大内義高の学問、今川氏真の稼働像と記しているように、江戸時代中期以降に書かれた文献の中では、 若や蹴鞠といった娯楽に溺れ国を滅ぼした人物として描かれていることが多い。19世紀前半に編集された徳川三希は今川家の長楽について桶狭間の合戦後に宇治真が父のあだとて信長に恨みを放ずべき手立てもなさず、三河の国人たちが宇治真の入弱をうとみ今川家を去りて、当家徳川家に基準したと描写している。こうした 分弱な暗君のイメージは、今日の歴史小説やドラマにおいてもしばしば、踏襲されている。江戸時代初期に成立した、公洋軍艦品、第11では、我が国を滅ぼし我が家を破る大将の一種として、鈍すぎたる大将が挙げられており、宇治真が、今川家を滅ぼした天末が述べられている。宇治真は心は豪遊であったと描かれているが、 不大の献身を問じず三浦義重のような、名人を徴用して、失勢を行ったという点に重点を置いて、批判されている。一方、武田氏滅亡後に、氏真が大名として取り立てられる可能性が囁かれ、家康に仕えていた今川氏の旧心の中には、今川氏に復帰できるのではないか、と期待する動きがあったことが知られており、氏真が、 家臣たちから本当に暗愚で家を保てない人物と見られているのであれば、そのような動きは起こらないのではないか、とする研究家の指摘もされている。和歌、レガ歌、蹴鞠などの儀礼に通じた文化人であったという。結果として子孫にも教育で受け継がれ、今川家代々の公家文化の高い能力を活かし、氏曽の子孫たちが、江戸幕府の朝廷や公家との交渉役として後家に、 抜擢されたので、安土桃山時代の戦で武功を挙げることは、できなかったが、役人としては、江戸時代になって平和になってから、今川家の子孫が文化人の能力で登用されている。また、幕末の蕎麦、伏見の戦いで、旧江戸幕府軍が敗れ、新政府軍が江戸を目指して進軍すると、皇家として、朝廷と交流してきた、今川の信が、若年寄りを兼任した。 家康の徳川家に侵入して、この今川藩もらが、江戸幕府に徴用されているので、平和の時代に、今川家の家訓で必要な能力を先取りしたという、意味では、吉本の代からの公家文化習得が功を奏している。和歌、州外三十六河川の今川氏真氏真は、生涯に、多くの和歌を読んだ。関泉寺氏編纂観,観光委員会編。 今川市と関泉寺には1658種が収録されている。氏真の少年時の文化的な環境から、駿河に下校していた、県大納言、霊勢岩や、科に通じていた、大源有記載などから指導を受けたとも考えられるが、具体的なことは知られていない。里村上派の、藤見道期には、氏真が、霊勢貯めますから、作法の伝授を受けたと記されている。 今川氏と関泉寺を編纂した一人であり、中古、中世和歌詞の研究者である、井上宗は、宇治真の作品を郵美平名を宗とする中世和歌の伝統的手法にのっ,とった作品と表している。その作品は、すべてが優れたものでなく、全体的に当時の水準を抜くものではなかったにしろ、時には水準に迫り、また少数ながら、新しみのある歌。 個性的な歌が損することは注目される。なお多くの平凡な歌が全く無駄だったとは思われない。常に歌に精神の中心を置いていればこそ、緊張感のみなぎった時には、調べの張った、個性的な歌を生んだのである。宇治真は、ゴミ頭の天皇戦と伝えられる、州外三十六河川にも名を連ねている。蹴鞠、織田信長の前で蹴鞠を披露した逸話で知られる。 信長後期の記載では、氏真が蹴鞠をすることを聞き及んでいた信長が、書紋したという。同時代の資料で確認できる氏真と蹴鞠との関わりは、この信長後期の記載と青年期の氏真に、山品時継が周りを送ったという、時継狂記の記載程度しかない。駿河に下校していたアス流宗家のアス正イ、摩擦から手ほどきを受けたとされる。 江戸時代初期に成立した昭和州聖水省には、氏真が、鴨神社神官の松下術久氏に指示したことが、記されている。剣術、塚原牧伝に神道流の剣術を学んだ。なお、江戸時代の剣、居合、傍術の流派に、駿河の今川越前森吉神を始祖と称する、今川流、仙台藩に伝わる剣、居合の流派に、 今川越前森重家を始祖と称する今川県流がある。武芸流派大辞典は吉金を氏真と同一人物と推測しているが根拠は示されていない。激見相談によると今川越前守る吉金は駿河今川氏所流の人物といい氏真とは別人である。氏真に関しては以下のような逸話が伝えられている。妻の早川殿と対になった。 肖像画があり、現在米国の個人が所蔵している。現代4年2月に表された、雲屋、蘇安氏の山から、没駒もない時期に遺族によって、供養、追母のために描かれたものと見られる。2、口絵として、大型の図版が掲載されているほか、図説静岡県氏が、夫妻の肖像を、カラーで載せている。近年発行された入手しやすい書籍ではありみつが、 死心臓のみを図版として載せている。ウィキメディアコモンズには今川氏真に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。